ハッリオーディはフィンランドロバニエメ出身のスキージャンプ選手。地元のスキークラブウナスバレンハイトスラに所属している。2001-2002シーズンに国際大会デビュー。2001年12月15日にラハティのコンチネンタルカップで31位となった。2002年1月にショーナッハで開催されたノルディックスキージュニア世界選手権の団体で金メダルを獲得。 翌シーズンの2002年11月29日、フィンランドのクーサモでスキージャンプワールドカップにデビュー。1年後の2003年11月28日には同じクーサモで25位となりワールドカップポイントを初めて獲得した。2003年中に汗海選手権の団体では銅メダルを獲得、個人戦では11位となった。2005、2006シーズンは コンチネンタルカップで3勝を挙げて、総合7位となる一方ワールドカップでも総合36位となった。2007年の世界選手権、ラージヒル個人では、シモンアマンにわずか0.2ポイント差で、銀メダルを獲得した。2008年のスキーフライング世界選手権は、ドイツ、オーベルストドルフのハイニクロフファーシャンツェで行われ、団体銀メダルに貢献、個人では6位となった。 しかしその世界選手権の最中スキャンダルを起こした。個人戦の後ホテルでのパーティーで泥水し、羽目を外した様子が報道された。メディアは彼を引退後に数々のスキャンダルを起こしたマッチ日加減と比較するように報道した。オッディはシーズン終了まで出場停止処分を受けた。2008年6月には、 制限速度時速8 0トルのところ時速1 4 1トルを出して逮捕され、その際、1000分の0.65のアルコールが検出された。しかしこれは競技の調子には影響せず、サマーグランプリに参加、クーシュベルで優勝、続くプラジェラートで3位となった。この後出場停止処分を受けた。出場停止期間中、 オッリは新人のチーフコーチアンネバタイネンと共に地元のロバニエミでトレーニングを積み2008年のフィンランド選手権で3位となりナショナルチームに招聘された2008-2009シーズンは彼のこれまでの競技生活でベストとなったジャンプ週間ガルミッシュパルテンキル編ンでワールドカップ初めての表彰台となる3位となった2009年2月14日には オーベルストドルフのフライングで225.5メートルのバッケンレコードを記録。これまでの記録を2.5メートル更新すると同時に、この試合でワールドカップ初勝利を挙げた。このシーズンは合計3勝して総合で自己最高の4位となった。ありがとうございます。